柳谷さん8は、落語家の名跡。当代は2代目。2代目柳谷さん8は、東京都江戸川区平井出身の落語家。落語協会所属で、同協会の相談役。本名、清水総吉。出林は、篠野目武士。江戸川区立松江大二中学校、東京都立高等工業高等学校を卒業後、印刷会社に入社して、約3年間勤務したが、 その後親の反対を押し切り立て男子に入門、宗助を名乗るが波紋になり1966年12月に五代目柳屋子さんに再入門。翌年6月に前座となる。前座名はそのまま、宗助。1971年11月に2つ目昇進。38と改名。1980年に、 1> 第1回新内認定試験に合格し1981年9月に、林谷久造、柳谷小園児、十代目土橋定龍馬と共に、新内昇進。また、国立花形演芸会賞金賞を受賞。2001年10月に、落語協会理事付役員に就任し、2006年6月に、落語協会幹事に転任した。2020年に幹事を退任し、 落語協会相談役となる。古典落語、世話講談、そして、私落語と題した、創作落語を演じる。創作落語の中には、東京大空襲をテーマにした、私は見ていた東京大空襲や和がある。1980年代には、田中角栄、福田赳夫、大平正義のモノマネでもテレビで人気を博した。落語で平和憲法を考える。 禁煙にしちゃいけません演目は東京大空襲新聞赤旗日本共産党2020年10月21日閲覧ありがとうございます